宮迫さんともめちゃ揉めてましたもんね、はい、あれなんかマッチボンブって言われてるんですけどあれガチなんですよ普通に思ったこと言ったら揉めたみたいな本当<え>に美味しくないって思った。ろはい <laughs> まずみたいな<で><そ>だからその時僕からすると牛群場オープンって言われててもう一週間後に迫ってるとで、もう完璧なものできてますで僕もいろんな焼肉が紹介したんですよもう俺はこういうとこ行ってるからこれぐらいのレベルでお願いしますねいやわかりました完璧です言われてて行って動画撮影してるきに まあ内装を見てうわいい感じやなって言ってそれでメニュー届いたらクソまずいんですよいやで俺はもうそれ最初は一向に動だれたら訂正修正聞くかなと思ったけどほぼ全メニューまずいんですよで<ー>ちょっとこれもうムカついてきてじゃあもうこれもこのまま出したろうって思ってで宮迫さんはもう出してほしくないって言われたんですよ宮迫さんチームから<ー>いやいや俺は忖度したくない嘘はつきたくない視聴者にもう来週オープンって言ってんのに そんな嘘で誤魔化したくないって言って、もう教討言葉出したんです。そしたらめちゃくちゃバズってそれが社会的にニュースになって、結果的に牛グ状の宣伝になったっていう。うん